南太平洋の島国バヌアツで火山が噴火し、同国政府は非常事態を宣言するとともに住民数千人を島から避難させた。南太平洋の島国バヌアツで火山が噴火し、同国政府は非常事態を宣言するとともに住民数千人を島から避難させた。当局発表及び報道により26日明らかとなった。噴火によって噴石や火山灰が住宅付近にまで降り注いだという。同国の災害当局によると、北部アンバエ島の中心に位置する火山マナロ山が数週間にわたって活発な活動を繰り広げていたが、ここ数日でさらに活発化したという。当局は23日に警戒レベルを中程度の噴火状態を示すレベル4へと引き上げ、マナロ山の周囲最大 6.5 キロ以内にある村、繰り返しが岩や火山ガスが飛散するなど影響を受けると警告していた。当局者が地元紙に語ったところによると、島内の学校は閉鎖され、アンバエ島の人口の 70% にあたる7000人以上が避難したという。